新道義高1月20日タイトは、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自民党前、埼玉県連会長。総務大臣、内閣府特命担当大臣等を歴任した。埼玉県川口市出身。川口市立前川小学校、浦和市立岩中学校、明治大学附属中野高等学校を経て、 1980年、明治大学文学部日本文学科を卒業。川口市役所に勤務した後、1991年の川口市議会議員選挙で当選。1996年、38歳で第41回衆議院議員総選挙に、埼玉2区から自由民主党公認で出馬。新進党現職の石田克幸に敗れるも、 比例北関東ブロックで復活始発当選。当選後は、当時の橋本龍太郎首相の出身派閥である平成研究会に入会。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、新進党回答後改革クラブ幹事長を務めていた石田も与党の一員だったが一本化に失敗し、新道、石田が共に同一選挙区から出馬。新道は保守党。 石田は公明党から推薦を得た。結果は新道が埼玉2区で当選。2001年に総務大臣政務官、2002年に外務大臣政務官にそれぞれ就任した。例外的に夫婦の別姓を実現させる会の活動も行った。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、改革クラブ回答後に民主党へ移っていた石田に敗れ、 比例復活もならず落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では逆に石田に比例復活を許さず当選し、2年ぶりに国政へ復帰した。安倍改造内閣、福田康夫内閣で経済産業副大臣を務めた。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙には埼玉2区から出馬し、 石田に再度敗北を喫するも、比例北関東ブロックで復活し、四戦。総選挙大敗により、山口康明が埼玉県連会長を隕石辞任したため、公認の県連会長に就任した。ネットメディア局長在任中、ネットボランティア組織自民党、ネットサポーターズクラブを立ち上げた。同局長退任後は、公認の平井拓也に JNSC 代表の座を譲り、 自身は事務局長に就任した。2010年9月、自由民主党政務調査会、労働に関する特命委員会委員長大臣に就任。2011年9月には、衆議院決算行政監視委員会委員長に就任。2012年10月22日、自由民主党社道キャビネット経済産業大臣に就任。2012年12月16日の、 第46回衆議院議員総選挙では、埼玉2区で石田を含む他候補に比例復活を許さず勝利し5選。同年12月26日成立の第2次、安倍内閣で、総務大臣、内閣府特命担当大臣、地域活性化担当大臣、同州制担当大臣、郵政民営化を担当する大臣として初入閣。2013年12月13日には、 内閣府特命担当大臣に任命された。2014年9月3日、退任。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で6選。2014年9月、自民党地方創生実行統合本部、筆頭本部長代理、自民党、G 空間情報活用推進特別委員長に就任。2014年10月、 衆議院地方創生に関する特別委員会筆頭理事に就任。2015年10月自民党政調会長代理就任。2016年9月衆議院外務委員会筆頭理事に就任。2016年9月自民党領土に関する特命委員会委員長、経済構造改革に関する特命委員会委員長就任。2017年10月22日の 第48回衆議院議員総選挙で7選。2018年11月29日、第197回国会第1回憲法審査会にて自民党筆頭理事選任。2019年9月16日、埼玉県連会長を退任した。自民党埼玉県連臨時大会終了後の記者団の取材に対して就任から10年たち。 かねて更新に道を譲りたいと思っていたと、知事選敗北の隕石退任を否定していたが、県連内では二度の知事選敗北に対して、責任を問う声が強まっていた。党の領土に関する特命委員会委員長代理を務める。ありがとうございます。